地震発生、緊急停車します。結構でけえぞ。終わりだ。ママ皆様、手すりや釣り革につかまって転ばないようにしてください。みんな大丈夫か？大丈夫です。指令より運転士取れますか？はい、こちらトンネル手前のカーブ付近で停車しています。現在大津波警報が出されています。避難案内をしますので対応を願います。承知しました。近くに高台となる小学校がありますので、そちらに乗客と共に避難をお願いします。承知しました。皆さん、現在大津波警報が出されています。なのでこの近くの小学校へ避難をします。僕の後に続いてください。ん？足元に気をつけて落ち着いて進んでください。よいしょ。ママ、ちょっと運転手さん。はい。あんた地元はこの辺か？いえ、東京から来ましたが。やっぱりか。俺は生まれて65年東北にいんだけど、学校へ行かねえ方がいいと思うぞ。どうしてですか？今まで見たこともねえ津波がもうそこまで来てんだ。学校へ行く途中に低いとこも通るんだ。そこで飲み込まれるかもしれねえぞ。でも電車に戻ろう。あそこなら山が守ってくれるはずだ。津波も来ねえと思うんだよ。わかりました。指令より運転士。はい、本当にいい判断だった。どうしたんですか？避難先の小学校が津波に飲み込まれた。え？そのまま車内で待機をしてくれ。わかりました。おじさん、俺の意見を聞いてくれた運転士さんのおかげだよ。本当にありがとうございました。安心するのはまだ早いぞ。はい。ママ大丈夫かな？絶対大丈夫だからね。俺みかんでも食べ。ありがとう。俺の弁当もよかったら食えよ。うん、僕ももらっていいですか？もちろんだ。食え食え。ほら運転手さんも。あ、いただきます。ん？なんだ？どうしたんですか？子供を探しに来たんです。え、もしかして。ママ宗介。ママ怖かったよ。宗介、すぐに来れなくてごめんね。よく頑張ったね。ママ、よかったよかった。よかったね。皆さん、もう少しの辛抱です。ここにいる皆さんの絆でなんとか乗り越えましょう。そして必ず生きて帰りましょう。はい、はい。